大丈夫マイ大丈夫だよおいおいマイマイマイ喋っていいよ早く喋って大丈夫かよマイライフジアゲームデスロイ60割か人生がソシャゲとするならあなたはゲーム開始後一番最初のガチャで強いカードを引くことができれば面白いくらいにうまくいくゴミみたいなカードを引けば高確率でゴミみたいな人生を送ることになる私はクズクが大好きです人は誰だ人は誰でも人生の中で死にかけているような危機に何度も出くわしてるかもしれない運よく何事もなく生きてこれたような気がしても気づかなかっただけで運よくセーフがあったかもしれないよ私は自分が自覚しているものだけで4回死んでもおかしくなかったような出来事に遭遇しているのですが最初の危機は小学校時代小2になった夏休みに家族で行った海水浴で溺れました川から海に流れ込む河口での出来事で建設工事用の砂を掘り出した後の川底に残された深い穴に足を取られて上手に泳げなかった私は海水を飲み込んで水中に沈んじゃいましたお父さんとお母さんは兄貴に付き添っていて胸まで使って水遊びしている私には周囲が向いてなかったようでしばらくして気づいた家族たちが大慌てで水中を探し回って行儀よく水底に沈んでいた私を発見してくれたのだ父親の唇で人工呼吸され私の意識が戻った時には大勢の人たちが取り巻いて私を覗き込んで息を吹き返したことに安堵の声を吹き漏らしたのを覚えています死にかけた認識は子供の頃の私にはなかったんだけど断るごとに家族たちが話すので死にかけたんだということが頭に刻み込まれたのであるあの頃救ってくれた家族の絆をもう一度取り戻したい家族を大切にし強い支えを得られているからこそ強く生きることができていますでも私のファーストキスがお父さんだったとは私はちょっとショックです本当に気持ち悪い今考えるだけでも熱がしてきます命を救ってくれたから感謝するしかありませんね実は3ヶ月前私の車が落書きの被害に遭ったんですけどお兄ちゃんが心配してくれる動画には出さないっていう約束でフォルクスワーゲンのザ・ビートルっていう会社をプライベート用に買ってくれたんです私の新車を紹介しますユニバであるよねフォトジニック内装を紹介したいと思いますこちらが鍵ですよいしょ新古車で買ってもらったんですけど見てください2人乗りなんですよこれだったら彼氏とのデートにぴったりでしょめちゃくちゃ密着できちゃうんですよ密なんですけど神ですよねこれでリョータとデートしたいなここら辺も赤色のデザインですごくかっこいいんですよでここにフォルクスワーゲンのマークがしっかり入っています最近の若い子は持ってないような車なので個性を生かして運転できるかなって思っておりますなんかドクターマーチンとぴったりだよね後ろも一応乗れるんですけど私と2人でドライブデートしてくれる方この動画の高評価よろしくお願いします待ってるよなんかできる女って感じキャリアウーマン私はこの車で出勤するのがとっても夢今日金沢の大学の友達とドライブしてくるって家を出てきたのですがこの新車を裏返して横転させてひっくり返そうと思いますまあ兄貴には買ってもらったんですけど言うたらまえちゃんの動画の収益代でもあるから検証しても大丈夫かなと思っております車の中に一応小型カメラを設置しておきます車の事故を起こして破壊してしまったという電話をかけます家族は助けに来てくれるのか家族の愛情はまだ私に注がれているのか私は気になるところですやはり最近ママはテトとリンに愛情が向くようになってまえちゃん少し寂しい気持ちなのですねでパパは SNS に夢中でまえちゃんのことなんて全く気にしてもくれないこれはまえちゃん見捨てられたも同然のことでありますお兄ちゃんも最近は YouTube に熱心になっちゃって昔はまえちゃんのことちょっとペタペタ困ってくれたのに全く困ってくれなくなったのとても寂しいよ言うたら動画の中でしか察してくれない寂しい兄貴になってしまったわけでただまえちゃんの力だけではこの車を横転させることは不可能でございますゲットをお呼びしましたそれではカモン鈴木おさまです岡田和樹です高畑まえちゃんですということで今回はこのお二人に車を横転させていただこうと思っておりますそんなこと可能なんですか任せてください大丈夫です本当ですか、はい、なんとも頼もしいですあのトラックでコテンコテンとしてひっくり返しますコテンコテン、はい、なんとも可愛らしいコテンコテンらしいです、はい、みんなで拍手し合うと思いますね頑張ります頑張りますそれではレッツゴー、まあ、向き変えてフロントバンパーの方にロープ引っ掛けてバックしてこうさよならザ・ビートル私とは3ヶ月の運命だったねありがとう今まで最後に口づけを交わそう最後に寝ます私にいつまでも密着してくれるのね私を見捨てないのはあなただけよいつまでも熱い男だったまあ男は一人たりとも乗せれなかったけど女友達との最高な時間を作れてありがとうこれは何という機械でしょうか、はい、バッテリーですこんな細いロープであの重い車がひっくり返されるということですね縄って切れたりしないんですかうんたまに切れることもありますねありゃー今までに車をひっくり返すお仕事ありましたもうそれが専門なんでね、はい、何の映画で車ひっくり返したんですか藁の盾とかハイアンドローとかハイアンドロー、藤原竜也さんとかおみくんにやったことあるんですかあるぞその中にまいちゃんも入っておりますイエーイ藤原竜也と結婚だ登坂宏臣さんと連絡先交換したいんですけど僕ね全然知らない人なんであそうなんですか事務所違うしこのビートルズの最後の時間
たんだ。あー、なんだかぬくもりを感じるな。安全を考慮して撮影しています。エンジンオイルとバッテリーをちゃんと全部抜いてあります。だからこのバッテリーを使っているというわけです。今運転できない空っぽの状態になっております。ガソリンもちゃんと抜いてあります。お兄さんお二人が頑張ってくれました。それではヒビゴマイちゃんタイムということで、トラックと車を縄でくくりつけました。こんな状況見たことないですね。今車が斜めになってるんですけど、ほらめっちゃ斜め、楽しいね。見てこんな感じだよ。20センチぐらい浮き上がってるんじゃないかな。普通の車の下は小さい頃入れたんだけど、もうこの大きさになったら入れないんだよね。でもこんだけ隙間が空いてたらまいちゃんも入れることができるね。このトラックで車を引きつけるといった感じです。まいちゃん小人になってこのロープシューって下りたいな。安全を考慮しています。このままもっと張っていくと、あの車がどん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 倒れていく。今までどんな車をひっくり返してきたんですか？もう大型バスから軽自動車まで。きっとこの道のプロだからしっかりやってくれるはずです。まいちゃん石川のバリスティックボーイズです。それではひっくり返してください。はい、やりましょう。声の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 声。シートベルトにくくりつけられとる。インスタ映え、めちゃくちゃメカメカしいですね。こんな車の裏を見ることはそうそうないですよ。多分ガラスは一発で割れてますね。いつもよりもっと数倍大きく感じる。ここ普通の一般の道路なんですけど、多分みんな見たら驚くだろうね。だってまいちゃんでもこんなに驚いてるんだもん。それじゃあ長いしましょう。これで家族を驚かせるチャンスです。こんなことが起きてしまうこともあるからね、皆さん気をつけましょうね。まあ、まいちゃんは今回安全考慮してやっているので、ちょっと一回車の場所を移動させちゃいます。完全に裏返しになりました。本当に事故が起きたような光景ですね。ほら見て、壮大ですね。なんか本当に作り物みたいに見えるけど、本物の車を裏返しています。こんな状況広がってたら、お父さんとお母さんお兄ちゃんは驚くだろうな。見て目ん玉が出てる。一回乗ってみます。ライオンキングみたい。波乗りサーフィンだよ。こんな裏返った車に人が乗ってたらすごくびっくりするだろうな。じゃあ車で降りて寝てみよう。さっきの方が寝心地良かったな。ゴツゴツしてるもん。ちゃんと専門家の指導のもと撮影しています。ここ西金沢のど真ん中なんですけど、すごい見られますね。はい、こんにちは。駅が近くて通行人がめちゃくちゃいるんですよ。 JK とかどこからどう見ても私は変人の塊ですね。家族は友達とドライブして遊びに行っていることを知っているんですけど、今日日曜日なんでお父さんお母さんお兄ちゃんが全員いることを知っているんです。そこで私がお母さんに電話をかけたら、3人とも知る運命になるということです。私のところに飛んできてくれるはずです。でも最近みんな眉に冷たいからな。眉を心配して、はいはいはいって飛び乗ってきます。それでは電話をかけましょう。タイム。電話をかけています。ねえママ、車事故ってしまった。何？ねえ車事故ってしまった。何？ねえ今どこにおるの？今西金沢駅の隣におるげんけど、車事故ってしまって。マジで？ちょ待って、怪我は？うん、ない。嘘、どうしよう。ねえねえ、いや、ちょ待って、住所ちゃんと教えてよ。今すぐ行くからママ。ねえどうすればいいが、怖い。ねえまどうなっとるが、車横転してしまって。出てんけど、車やばいことになった。どうすればいいが？待って、今とりあえず行くから待っとってそこで。うん。よー、やすし、どうして？早く来て、やばいことになったで。どうした？マリがあれ、車で事故ってんで。車横転してんで。マジ？どうする？お前今日なんか友達とどっか行くって言っとったかいね。そうで、今遊びの帰りに事故ってしまってんて。お前大丈夫なんかい？ちょっと待って、警察呼んだ？まだ呼んでない。っていうか、すぐ一緒に行こう。俺らすぐ行くし、うん、どうした？ちょっと今変わるわ電話。お前どこで事故ったん？ねえ、だから友達大丈夫な？友達もおらんげん。友達と解散した後に車事故らせてしまって横転してしまってんて。お前警察じゃなくてビートルかもしかして？そう、マンお前の体は大丈夫な？車どうでもいいわ。西金沢駅の5番。すぐ行くから待っとれ。ね、早く来て。動くな、とにかく。わかった。動くな。はい、すぐ行くからな。うん。家族は慌てて私の元に飛んでくると思います。さて、ここに家族の愛情はあるのでしょうか？もう絶対ありますね。あの驚き方は本当にごめんなさい。それでは大の字に倒れて待ちます。このアイビスミニカメラをたくさん設置しておきます。ちょっと早く行くぞ、早く行くぞ。前大丈夫かな？焦るわよ。よ、運転だけ気をつけよ。気をつける。車を運転したってどういうことよ。全く心配ねえけど、高速道路使っていくよ。分かったって。こんな時こそ、ね、安全運転じゃないと危ないよにゃ。俺が買ってあげた最初の停車も納車5分ですっとったよ。そういう覚悟があるからさ。でもそんなこと言うてる場合じゃないって。無事かどうかよ、あの前が。ゆっくり安全運転で行ってくれ。ねえ、うちってなんでこんなことばっかあるの？もう覚えてた。道間違えんといてよ。12分に
気をつけて。車高の見極めとか2段階のテストも何回も落ちとったよ、あいつが。30分が経過しました。もうそろそろお母さんとお父さんとお兄ちゃんが到着する頃です。せーの、ブリッジ。通っていく人々の目が冷たいですが、全く気にならなくなりました。世知辛いですね。もうちょっとで着くよ。もうちょっとで着く。あ、見えた。あそこにおる、車運転しとる。なんなんや、そばさんの乗るわ。運転しとるって言っとるもん。だから急ブレーキ踏んだんじゃないよ。こっち入っとるやん。おい、大丈夫か大丈夫なんか。ちょっと意識ない。さっき電話しとったやん。大丈夫の？大丈夫なんか。大丈夫、頭打った。何、まあ、大丈夫か、まあ、大丈夫か。起きてや。どうやったらここら車こんな裏返らん。知らんわいや。もうすごい気づいとるやん。どんな運転の仕方したらこんなになるわ。起きていっか。お前車なんてどうでもいいや。こんなもんお前の体が一番心配ね。じゃあ起こして。普通に立てるか。何も怪我しとらんな。なんでこんで横転した。車買って3ヶ月やよ。前が生きとればどうでもいいんや。こんなのこれが高級会社でもどうでもいいね。友達と解散してどこ行こうとしとった。今からミスタードーナツ行こうとしとった。何かと衝突しん限りこんなならんやろ。こんな運転の仕方しとるんやったらもう車あんたに与えられやだ。車もう乗ったらダメやだ。毎朝迎えに行って帰れも迎えに行け。舞が安全なるならそれでいいよ。俺、いやいや、こいつ運転も危ねえ。危ないけどこんな事故なんて起こしたことないわ。これもう廃車やない、この車。だからお前よく生きとったな。怪我もなしに、かすり傷一つもねえや。もう車乗るな。うん、分かった。どこも行かんでいい。一回レッカー車呼ぶ。レッカー呼ぶか。眉って骨折もしたことないし、捻挫もほぼしたことないし、健康体すぎて。いつもママ言っとるやろ。俺も言っとるやろ。学校行く前とか車運転する前に絶対に急いで行かないで、時間に余裕持って出なさいって言っとるやろ。急いではこんなことになるげん。何かと衝突しん限りこんなならんやろ。こんな運転の仕方しとるんやったらもう車あんたに与えられやだ。車もう乗ったらダメやだ。自転車で行きなさい。いや、自転車も危ない。あれがおらんくらいの生活は耐えれんげんて。毎朝迎えに行って帰れも迎えに行け。舞が安全なるならそれでいいよ。俺、いやいや、こいつ運転も危ねえんす。危ないけどこんな事故なんて起こしたことないわ。俺の車屋さんの知り合いで全部直してくれる人おるから、多分10万くらいで直ると思う。もう車乗るな。分かった。どこも行かんでいい。逆になんでかすり傷一つの今。多分体に恵まれとるんやと思う。ママとパパのおかげやこの健康体に生まれたのは。車裏返った瞬間の記憶はあるわ。あんまりないんや。でもとっさにこの場から逃げようとしたのを覚えとる。いくら高い車でも俺が修理してあげるし。ただお前はもう車乗らせん。一回起き上がれ。起き上がれ。もう運転しんといて。病に送迎してこれ。ほんとやって。じゃあ俺が全部運転するから、お前はもう何もしんで、お前の体が一番心配だから。ずっと運転しんだろ。自転車でどこでも行け。これドッキリ。ドッキリや。あ、何がドッキリやて。これすべてじゃねえやろ。ドッキリ。ほんとお前ふざけんな。ごめん、もう信用できん。どこでも行くねえわよ俺。ちょっと待てよ、こんなのドッキリってどうやってドッキリする。車に罪はない。この夏何本目や。3本目です。意味がわからん。車ってどういう意味や。痛いな。やばいな、これカメラは。動画がどうやってドッキリになるの。こんなドッキリできるわけねえやろや。動画で撮ってるとお前錯覚しとるやろ。違う。頭の奥底の記憶に YouTube のことがめっちゃあって、それが掘り起こされとるやろ今。違う、見てちゃんとカメラあるから。どこに。あ、こいね。どこにいんじゃない。だってこの人の。さら、もう気持ち悪くて、もう来る時もう吐きそうやってんぞ。ママもどうやったらここひっくり返せな。だからそんな撮影可能なわけねえやろ。また業者の方に連絡してやってもらいました。トラックにロープをくぐりつけてキュッキュッキュッてやった。ポーンってなって大成功いたしました。お前大上がりすぎやろ。業者の人カモン。はいはい、お待たせしました。え、もしかしてこれ横転させたんですか。そうです。本当にドッキリなんや。はい。うわ、あんた寮より YouTuber みたい。やろやる企画が。やろ。この人こんな大掛かりな企画できんもん。できんもん。どうやってそういう業者を探す。そういう業者がまず存在するな。そうや、まいちゃんはここが賢いから、こうやってキュッてひねったらすぐに見つかっちゃう。それ誰の金でやってんじゃん。ちゃんとまいちゃんの貯金になりました。皆さん安心してください。お兄ちゃんを悲しませるようなことは二度もしません。俺の金とか言うけど、それ YouTube の収益で、しかもお前が得とる金やから、別に俺は何も言う必要はないから。この車ちゃんと廃車になってないから、ちゃんと綺麗に治るから安心して。これちゃんと綺麗に治りますよね。はい、まいちゃんと同じように綺麗になりますよ。こういう仕事されてるんですか。普段は転倒してます。転倒。お前がもう無事でもう安全な体でよかった。俺は動画でよかった。これガソリンとかも全部抜いてあって、めちゃくちゃ安全やから。どうけ上の気分は。こんな車の上に乗るなんて、しかも裏返しの車やよ。すごくない。人生で車裏返すことなんて一回たりともねえやろ、普通の人間は。今回の眺め最高やよ。青空へ届け。ドッキッキー、ドッキッキー、ドッキッキー。
こんな人と25年もおれんね。すごいと思う、うん、ママってすごくない？すごい忍耐力持っとるわ。そうそうそう、忍耐力だけで生きとるね。よく離婚届出さんだね、一回も役所に。出そうか迷ったけど、ちょっと思いとどまった。あんたらのためやよ。俺もちょっと登ってみるわ。やっぱこれやば、車の上ってこんなんねんな。マイお前よくやった、これ楽しいわ。やろう、楽しいやろ。すごく映えるでしょ。きっと次これ流行るよ。多分ハッシュタグ横転で流行る。見てや、タイヤこんな風に動かせないよ。やばない、自分の手で動かすことなんてまだないよ。俺この上で24時間生活できるよ。あんた家から出てってこの上で住めば。誰かお前ら、この上で寝たらめっちゃ気持ちいい。だから24時間この上に俺って。夏空を感じますわ。ずっとここに俺。それでは皆さんも事故には本当に気をつけましょうね。安全第一、いきますよ。横転ピーナッツ。走り出したこの息吹を風に乗せて今動き出すよ。響け古い地図や振り捨てて進み始めたこの時は道しるべとなるコンパスになるから。今を越え僕らは走る。そういえば前昔溺れかけたよね。あの時パパに人工呼吸してもらったよね。本当にありがとう。てかファーストキスはパパやよ。あーもうやだ、最悪だ。あの時の家族の絆をもう一度体験したかってん。こんな風に試さんでも舞のことみんな大事やわいにゃん。本当に大事やって。お前のこと大好きや一番。ありがとう。大事に思っとる。ママの命に変えてでもあんたを守るから。ザ・ビートル、ありがとうな。今日一日妹のわがままを聞いてくれて。お前は絶対に全て修理してやるぞ。車を正しい方向に直しました。あ、でも意外と全然綺麗かもしれんね。ちょっと気づいとるけどやっぱり、うん、これ普通に直るわ。車はもう元通りにしてちゃんと乗るんで妹が。しかもこれな、湘南ナンバーや。湘南純愛組だ舞ちゃん。そうだね。また私の愛車として戻ってきてね。また私の愛車として戻ってきてね。動画のために破壊されてごめんね。でも綺麗になってるよ。ちゃんとこの車綺麗にするので、これにてまいちゃんのドキリ場が終了です。ありがとうございました。バイバーイ。